CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も古谷恒平の第4会議室をお送りしていきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。どうも、はい、ということで、はい、ゾンビシリーズの第4週目になりましたけれども、はい、まあ1週目でおさらいですが、簡単に、ゾンビ映画の系譜と歴史とナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、うん、2週目がドーン・オブ・ザ・デッド78年、3週目、先週が1985年のシレネー時期ですね、デイ・オブ・ザ・デッドですが、これは今回は2005年の比較的新しい作品で、うん、ランド・オブ・ザ・デッドという作品があるんですけど、はい、これもですね、まあ、僕は今までやってきた4週のもの作品がやっぱりロメロの4大傑作だと思ってるんですけれども、うん、まあ、この 4つ目に当たるということで、はい、これをちょっとまあ社会的に語っていきたいと思うんですが、これもね、はい、ランド・オブ・ザ・デッドは、同じです。あの、はい、ゾンビパニックが起こった後の、はい、世界で生き残った人たちを描く話なんですが、はい、非常にこの時代2005年っていう時代を、はい、念頭において聞いていただきたいんですが、うん、非常に時代が表彰されてるなというのは、はい、この作品の場合は今まで一戸建てに立てこもったりスーパーに立てこもったり軍事基地に立てこもったりっていうパターンなんですけど、うん、これはエンド・オブ・ザ・デッドの世界ではあの、ね、街一個があのもうその生き残りの人たちのコミュニティというか社会になっていって、はい、そこを独裁者が支配しているっていう世界なんですよ、うん、で実はこれ設定ではなんか共和党の生き残りが、はい、ゾンビの世界で生き残ったのは共和党の政治家で、そいつが支配したら世の中どうなるのかっていう、実はだからこの2005年っていうのはブッシュの時ですよね、はい、ブッシュジュニアの時ですよね、はい、ということはあのネオコンが出てきた時代じゃないですか、うん、でつまり究極の新自由主義をゾンビ映画に当てはめたらどうなるかという意図も見えます。へ、はい、だからその生き残ってる、実はこの作品の中では、うん、ゾンビパニックがかなりもう世界中がゾンビになった後で安全地帯みたいなのがあるんですよね、うん、そのなんかちょっとニューヨークみたいな感じの中洲の向こうにある島をこうバリケードで囲って、はい、その中は安全地帯で、一つね巨大 なんか六本木ヒルズみたいな塔があるんですけど、はい、その中の最上階に支配者が住んでて、うん、その下の生き残ってるんだけども下の方はもうなんかこう半分こう日雇いみたいな感じで、はい、格差社会なんですよ、超格差社会で、うん、その中でじゃあどうなるかっていう、なんか共和党が生き残った時どうなるかっていう設定らしいんですけど、うん、面白いですね、時代的にはそうですから、ねはい、でそういう新自由主義批判とも取れますね、うん、でその中でどうなるかっていう、まあ、主人公が、まあそのまあ、中間ぐらい、まあ、中間ぐらいの、まあ、階層の人 で、はい、でそれがあのですね、あのなんとかしてやっぱりこの世界からあの脱出したいっていうようなこのふつふつとした、まあ、その希望みたいなのがあるわけです、うん、つまりこの自分はその、まあ、なんていうかな、そんなに支配階級でもないし、うん、かといって別にこのちっちゃい世界の中でしか生きられないじゃないですか、はい、いつかこの世界をこの、まあ、究極の格差社会ピラミッド社会から脱出したいみたいな思いがあるんですけれども、そのためになんかですね、その走行列車みたいなのを作るんですよ。あの走行列車、まあなんていうの、あのリニアモーターカーの先端にドリルつけたみたいな感じ の、まあ、その脱出用ですよね、うん、脱出、外にゾンビがいるからそれを脱出していかないといけない、はい、には武装がいます、ね、その装甲車をまあ密かに作っているんですが、それをまあその支配権力者となんか争って奪い合ったりするっていうのがまあかなり前半のストーリーなんですが、はい、最終的にあのその支配者の楽園、まあ、ユートピアですね、うん、ユートピアがゾンビの侵入によって、はい、まあ、崩壊していくのがまあ後半なんですけれども、はい、まあ、そのゾンビも結構まあ知能を持ったゾンビみたいなのがいてですね、あのチェーンソーとかを操れるんですよ、なんか知らないんですけど、それでこうバリケードとかをギーンって切って中にバーッと入ってくったりするんですよね、うん、はい、であのまあちょっと進化をしていくゾンビみたいな感じなんですけれども、その中でまあ主人公が紆余曲折あって、そのまあ中洲みたいなところからその最終的にはその装甲車を奪って、はい、まあ、仲間と共に、うん、まあ、あの 北に向かって走り去っていくところで終わるんですけれども、はい、その時になんかカナダに行きたいとか言うのかな、カナダに行きたいって言うんだけれども、あの当然その世界のカナダってどうなってるか分かんないわけですよ、はい、北に行ったからといって安全性があるかどうか分からないんだけれども、あるかどうか分からないんだけれども、うん、でも俺はここではないどこか、はい、つまりこの世界ではないどこかに、行きたいんだっていう、うん、まあ、ある種のエクソダス脱出願望があるんですけど、はい、これ、ね、一番この映画で素晴らしいところは、あのその街をわーってさまよってるゾンビのヘッド頭みたいなのがいるんです、ちょっと知能が高いんですけど、はい、それを最後その脱出するときに、まあ、そいつが元凶で結構この、あの世界が壊れ
ってるっていうか、そいつの手引きでゾンビが入ってくるんですよ、はい、そのヘッドがいて、それ黒人のゾンビなんですかね、そのゾンビを最後その撃ち殺せるんですよ、最後そのロケット砲かなんか、はい、でその時にあリーダーあいつを撃ちますかって言うんですよね、うん、その時に、まあ、ゾンビフラフラしてるわけですよ、さまよってるわけですよ、はい、この世界の中で、その時にあのロケット砲で撃ち殺して脱出できるんですけれども、あのその主人公はやめろって言うんですね、はい、撃つ必要はない、うん、であのああいうふうにあてもなくこの、まあ、非常に残酷な世界をあのフラフラと歩き回ってるゾンビ、あれは我々そのものじゃないかって言って撃ち殺す必要はないって言ってわって去っていくんですね、北に。それで終わるんです、はい、つまり何を言いたいかっていうと、非常に究極的な格差社会ですとか、そういった非常に狭い中で、まあ多分それはね、あれは多分あの島というか中州にある束の間のユートピアで、多分アメリカそのものなんですよね、アメリカそのものの中に入り込んできて、それでも自分が何をしたいのかわからない、実は本当はこのアメリカの中で、あのまあ特権階級だろうと仮想階級だろうと、何をするしたいのか目的も分からずフラフラして、うん、いるゾンビっていうのは、うん、実はあれは今のアメリカ人そのものじゃないか、うん、実は自分そのものじゃない、はい、っていうふうに言って、彼はそのゾンビを殺さないんですよね、それで去っていくっていうですね、こう非常に示唆的な話なんですね、で、これはね、こう北に去っていくパターンみたいな感じでは、あれですよね、桐野夏生のアウトっていう作品がありましたけれども、はい、あれもそうですね、主婦殺人の話でしたけれども、いわゆる日本の社会の中で何か主婦殺人って、あれ主婦さ読みました？いや読んでないです。アウトっていう、まあ、非常に有名になって、はい、映画にもなってますけれども、はい、その作品はなんかね、そのあのパートのおばちゃんたちの話で、はい、どっかいろいろ個人個人いろんな問題抱えたりしたり、うん、介護の問題だったり、うん、夫の浮気の問題だったり抱えて、はい、である時その殺人を犯してバラバラにしてですね、はい、公園の中のに捨てるんですよ、うまい具合に、でそれでバレるんだかバレないんだかして、でみんな5人ぐらい共犯なんですよね、うんうん、アウト妻たちの犯罪だったかな、そういうタイトル で、うんはい、で非常にこの作品と似てるのは、はい、やっぱりね、その彼女たちをその借り立てた、うん、犯罪に借り立てたっていうのは、なんか彼女たちが殺人願望があったとかじゃないんですよね、うん、やっぱりその日本社会の中、つまりこのデイオブザデッド、あ、ごめんなさい、ランドオブザデッドでいうと、その束の間の、あの格差社会ですね、うん、その島の中の社会、はい、その中のやっぱり得も言えぬ圧迫とか、得も言えぬ不安とか、得も言えぬなんかここじゃないどこかに本当の自分がいるんじゃないかみたいな、うん、その得も言えぬ社会的な背景にして、やっぱりその犯罪を犯す、はい、最後ね、あの犯罪をする主人公はあのトラックのうんちゃんをヒッチハイクしてですね、はい、とにかく北に行ってくれって言うんですよね、そして最後オーロラが見たいんだとか言うんですよ、それ非常にこうあのモランティックな話なんですけど、まあ、基本的に警察に捕まるんですけれども、はい、それはなんか ある種ここじゃないどこか、日本じゃない、うん、日本社会のそのじゃないどこかに本当の自分がいる、いやいないんですよ、いないんだけれども、うん、そこに向かいたいっていうような、ある種そこには非常に猛烈な格差があったり、うん、どうしようもない社会の問題とか夫婦の問題とかね、うん、子供の問題とか、もうどうしようもない、個人ではどうしようもないですよ、うん、それはやっぱり政府が放任してきたっていう部分もあるし、もう一人じゃどうしようも、ね、できないですよね、はい、それは日本社会のことっていうのは、うん、それに受けた自分の苦境っていうのはね、だからそこはどうしても外に脱出したいんだ、でも脱出するときに、例えばそこにで自分は、例えばこのランドオブザデッドの主人公では走行車で脱出するでしょ、はい、その時にじゃあ脱出、すでに脱出してないで、まあ、うろうろさまよってる人っていうのは罰本日なわけですけど、うん、それは、まあ、アメリカ国民だったとして、うん、そのことを決して笑えないと、それは、まあ、実際これは SF だから脱出できるけど、実際には脱出できないわけですよみんな、はい、だからそれはじゃあ彼らはおかしいフラフラしてね、目的でもなく資本主義社会の中で、まあ、あるいは格差社会の中でね働いたりアクセスしてね、目的もなくこうとにかくとにかくお金とか仕事だって言ってる彼らは笑えるんだのか、うん、笑えない、なぜなら彼ら自身が私そのものだじゃないかっていうふうに言って、まあ、殺さないで終わるわけなんですよね、非常にこの、まあ、アウトにも非常に通じるところがありますけれども、非常にね、こうなんていうかな、これも僕はねロメロの傑作だと思いますね、これはやっぱり時代性がね、うん、非常にこの新自由主義が世界で更新してきた時代の作品なので、はい、うん、その新自由主義っていう猛烈な資本主義の中でね、うん、ふらふらあてもなくただ命を燃やしていく、まさにリビングデッド、うん、生ける屍、資本主義の社会の中で、うん、はい、それを自分たちの分身なるゾンビに表彰させて、それを最後
やっぱり抱きするわけでもなく、うん、彼らは自分たちの分身であるというふうにまあ言うんですよね、はい、これはいいですよね、うん、これはいい作品です。なんかお話4回聞いてきましたけど、なんかいろんなゾンビって単なるこうゾンビではなくて、そこにいろんなものを重ね合わせて、その通りです、ね、ゾンビを使っていろんな社会状況を風刺してるんですね。そうなんです。だからゾンビはね、ロメロの中、作品の中でゾンビを描きたいんじゃない、ゾンビはね道具なんですよ。道具なんですね、うんうんうん、ゾンビがロメロが描きたいのはゾンビじゃないんですよね、はい、実は、うんうん、それはもうスプラッターとしてはありますけれども、ゾンビじゃなくて、実はそこにで生きる人間であり社会であり、さらにその背後にあるやっぱり文明普遍、もう日本アメリカ関係なく人間普遍の価値観なんですよね、うん、だからね、ゾンビ映画っていうのはこれを4週見てきただけでもお分かりいただければ幸いですけれども、はい、決してホラーとかスプラッタ映画ではないんですよ、うん、完全に社会派なんですよこれね、はい、どうでしょうねこれね。いや、そういうふうに言われると、なんか今までのバイオハザードとかもやっぱりちょっと結局ゾンビ生み出してたのが、はい、資本家だったとかなるじゃないですか。企業ですからね。そう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 、はいはい、それがやっぱり自分たちのね、首を絞めてる、解毒剤を売るためだったとか、はい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 、ってなってきたりしたことも、必ずそこに社会風刺があるんですよ。あるんですね、ゾンビっていうのは。だから結構ね、女性でも男性でもそうかもしれないですけど、なんかゾンビ映画ってほら怖いんでしょみたいな、血が血しぶき飛ぶんでしょとかね、いや飛びます、頭爆発します、だけれどもその背後にはね、やっぱり人間普遍の心理っていうものがあるんだっていうことをやっぱり見ていただきたい、はい、でそういった意味で見ると、ゾンビ映画っていうものは、ある種今の映画界とかカルチャーの中でやっぱり人間風刺とか社会風刺の中でやっぱり最先端を行くもんじゃないんじゃないかなって僕は思うんですよね、はい、まあ、ゾンビから見えてくる社会、はい、それはやっぱり当時の社会の鏡、はい、人類の鏡だし、だからワールドウォージェットはまあ僕はなんていうかまあ娯楽でしたけどね、はい、まあアイアムヒーローなんてね、冒頭で言いましたけれども、第一週で言いましたけれど、アイアムヒーローの花澤健吾さんもやっぱり人間の日本社会の中に生きる、まあ、秀夫君という主人公がいるんですが、はい、その人のまあ孤独であり、日本社会の中に生きる彼の孤独、そしてまあ非リア充っていうんですかね、まあ、その彼の苦悩であったり、あと、まあ、あるいはいわゆる欲望の解放であったりね、はい、そういうことを描いているので、うん、まあいろんな意味でもう素晴らしいなと、うん、全部揃えてほしいですね、 DVD でね。いやいや、ちょっと見ますよ。いや、はい、ほら、どうしても社会問題を語るときに政治家なんで直球でいこうとしますけど、うん、やっぱりそういう、ね、映画とかドラマとかに比喩として描かれているものってスーッと人に伝わるので、なんかただ単に直球で投げるんじゃなくて、そういうものを通して世の中考えましょうよとか、自分たちの生き方をね、考えましょうよっていう投げかけの仕方っていいですよね。下手にね、恋愛映画とかを見るよりは、やっぱりゾンビ映画を見た方が、生きるとは何かとかね、人間とは何か、あるいは社会とは何か、人類とは何か、文明とは何かということを非常に深く考えるきっかけとしては、むしろね、直球よりもこういったゾンビ映画の方がね、やっぱり100倍優秀じゃないかなと僕は思いますね。いや、はい、4回渡って非常に新しい視点を与えていただきました。はい、いやなかなか勉強になります。はい、ぜひ皆さんもおすすめしたいゾンビ映画でございました。はい、よろしくお願いします。また次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。